アークデーモンの転生を倒しに来ました。エンカウントというか、何回も当たって、このアークデーモンの転生、必ずこの魔物の群れっていうのが目印ですね。アークデーモンたちだと複数形なので、まあ、必ず名前が違うので、アークデーモンたちだったらダメで、魔物の群れに少なくともなるのが目印ですね。まあ、ヨナズンをやってくる敵で、天地雷鳴士の冥道風魔の宝珠を落とします。では、まあ、まず宮部でモンスター図鑑ちょっと埋めようかなって言ってきたんですけど、それ以外に悪星、転生の悪星は破幻のリーグです。盗賊で一応行って、そのエマがまだ破幻のリーグ終わってなかったので、まあ、まず盗んで、まあ、見破った後盗んで、まあ、ちょっと参加操作でちょっと画面が後ろ向いたままだとザオラルしてきますね。そう、必殺待ちをする間にちょっとビーストモードとか使ってます。で、ここからちょっとね、時間がかかりますね。デザートデーモンは持ってる武器は、スプーンです。アークデーモンはフォーク。ピオリムをしたり、ツッコミをしたりして、必殺を待ってます。ピオラが好きなんですけど、ピオラは発動が早いから、ピオリもかけ終わってたら結構ピオラを使ったり、ヨナズンロストアタック、ちょっとこのモンスターを見るとちょっと怒りにはロストアタックしたくなりますね。これはっていうのは、ベリアルがベホマしてくるから、怒り時に。で、ひたすら必殺を待ってるんですけど、破幻のリングだったらデザートゴーストの転生のモテモテの方が効率的にはいいかなと思って、これ散々ね、来る時に絡まれたんですね、道中の敵。しかもここ逃げられないので、ちょっとね、当たりすぎと。いう指摘があったんですけど、ちょっとどうしてもね、まあ、ついてくをしてても、ついてくを外しても狭い洞窟で当たってしまって、逃げたつもりがさらに振り返って当たっちゃったとか、で、まあここから必殺を待ってます。ちょっとあまりに長いのでカットしましょう、これ。はい、来ました。で、落ちるのは必ず金箱、宝珠があるので金で、ハゲのリングです。